皆さんこんにちは、トミックです。今回もですね、インスタの DM でリクエストをいただきまして、一言ここに行ってほしいですと TikTok の URL を貼ってきたんですよ。実際にそれ見たんですけど、動画を、だいぶ特殊なお寿司屋さんだったんですよ。出してるお寿司も口コミを見てもなかなか面白いお寿司屋さんだったんですよね。っていう感じなので、今回はですね、せっかくリクエストいただいたのでそこに行こうと思います。ただ文字で欲しい。スマホだとさ、インスタの DM ってこの URL コピーできないじゃないですか。俺が知らないだけかもしれないけど、 URL も貼ってこういうのがあるよっていうのを、詳細あると嬉しいですっていう感じなので、じゃあどんなお寿司屋さんなんだよっていうね、百聞は一見にしかずということで行ってみましょう。なのでぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方お願いします。ということで、今回やってきたのはこちらのお寿司屋さんですね。なんか見た感じ年季が入ってるというか、ビルみたいな感じなんですかね。そしてここのお寿司屋さんは今までの動画で行ったところと違うところ。そう、住宅街の中に入ってるんでパッと見は分かりにくいです。ただ看板が出てるのでなんとなく分かります。若狭寿司さんですね。アクセスは東京の三鷹駅から徒歩で15分と少し歩きますが、それが嫌な人は駅からバスも出てるので安心してください。一応外にメニューがあって、ランチタイムで11時から14時の間で握り寿司が1250円で提供できると。これが今回狙ってるやつですね。それ以外にも鉄火丼や鉄火巻きもありました。そしてなぜか花も売ってました。お寿司屋さん兼お花屋さんってこと？もうこの時点でかなり面白いですよね。住宅街の中の方のさあるんで見つけにくい。あ、でも看板が出てるから分かりやすいかなっていう感じなので、ちょっと行ってみたいと思います。ただ外観的にお寿司屋さんみたいな雰囲気なんですよね。11時開店で今時間が10時45分なんですよっていう感じなので、15分ほど待って入りたいと思います。ただやっぱ10分前とか5分前とかになると並んだりとか、人気のところとかあるんですけど、そういう空気はね一切ないです。じゃあ行きます。店内はよく田舎にあるザ・カウンター型のお寿司屋さんって感じ。広くはないです。大将のおじいちゃんが一人と、もう一人のおじいちゃんの二人でやってる感じでした。行きますか。じゃあお答えです。時間が悪すぎる。これ時間が予約してたら、ね、無理だから。開店同時に俺ともう一人のお客さんが入った後に来た2人組3組ぐらいお断りされてました。あっぶねえ。1人だったら開店同時なら予約なしで入れる感じだけど、2人なら追い返されますね。そしてメニューは基本壁に書いてあります。外にあったのと同じですね。ランチタイムのは同じで、その他に特上、上、中、波がありました。値段は特上で3000円で、波で1450円。ランチで1250円は破格ということか。でもランチだと、2人以上だと予約しないと追い返されます。ちなみに調べたところ、定休日は月曜日らしい。そして寿司屋といったら、お茶。やっぱり美味しいですね。1人電話してる？連絡してる？じゃあ今断りだ。っていうか開店してこんなに人が来るってことは相当人気ということなのか。そして注文するときにランチ握りとちらし寿司を頼もうと思ったけど、量多いよって言われたのでランチ握りだけにしました。もしここのちらし寿司食べたことある人いたら、どんな感じだったのかコメントで教えてください。量とかね。きたー、ランチ握り1250円、7貫と巻物って感じですね。どうですか皆さん、パッと見普通の寿司に見えますよね。じゃん、これが一貫の大きさです。そうなんです。ここのお寿司、一貫がめっちゃでかいんです。これはエビなんですけど、エビってそもそもネタがでかいじゃないですか。でもこれはそれをはるかに凌駕するレベルにシャリがでかい。もはやおにぎりとかそういうレベルじゃないよ。ほぼ手のひらサイズ。大将がこんな感じ。お花も売ってる。寿司のでかさがレベチ。これだけ癖のある寿司屋を他に見たことがねえ。まあでも江戸時代から続く本来の寿司ってこれぐらいでかかったみたいだしね。だから2つに切って2貫になったっていうのは前に説明したか。いや、多分これそれよりもでかい気するぞ。巻物は普通のサイズだから比較すると寿司の大きさは分かりやすいはず。ちなみにネタはタコ、イカ、卵、エビ、マグロ2貫、カンパチかな。そしてこれがマグロの握りなんですけど、どうですか。俺が見た中でちゃんと食べられる寿司の中で一番でかいサイズ。そしてなめこの味噌汁がついてきました。これで1250円はマジで破格だな。
これはわかめと豆腐が入ったオーソドックスな味噌汁です。なめこ感はあまりなかったかな。まずは鉄火巻きからいきます。見た感じネタがもりもりですね。おお、これは美味しい。というよりネタの存在感の方が強いんで、マグロのいい癖が出てます。食べた感じネタの割合が多くて、シャリは多分だけどお粥一歩手前くらいの柔らかさかな。だけど気にならない感じ今のところ。そしてこれが卵焼きだけど、これだけ見せてもサイズ感なかなか伝わらないのが残念だ。ちょい待ち、これだいぶ食べにくいっていう感じで、結局卵焼きとシャリを別々で食べることになりました。シャリは意外とふんわり香るお酢を感じました。これは鉄火巻きのシャリよりは柔らかさを感じなかったかな。まあまあまあ、卵焼き自体は可もなく不可もなくな感じでした。多分エビと卵焼きはネタの大きさ自体は変わらないと思う。これがマダコ、サイズ感は卵焼きと同じですね。手のひらに乗せるとこんな感じ。寿司自体がでかすぎて、タコ足一本を縦にスライスしてますね。見た感じかなりおにぎり感強そうだけどね。ちょい待ち、タコは噛み切れねえよ。多分これが欠点だな。噛み切れないネタは食べるのに苦戦する。多分タコだけだと思うけどね。これが半分食べたタコ。やっぱりこれでもでかいな。そしてイカ、これも食べるの大変だから女性の方とかは要注意ですね。女友達と下品に食べる分にはいいけど、好きな人の前で猫をかぶりたい時は気をつけて。ちなみにイカはネタに切れ目がありました。多分ヤリイカかな。イカは厚さを調整できないので、シャリの存在感にほんのりイカを感じる程度でした。まあ美味しいです。おそらくこの寿司を醤油につけて食べるのは結構大変だと思うので、ガリに醤油をつけてネタに塗るみたいな感じでやるとちょうどよく醤油を塗れます。エビですね。エビ自体はネタの大きさ変わらないので噛みちぎります。すげえ、シャリ玉食ってる気持ちだ。だけどこれはエビの味もしっかりと伝わりました。でも基本的にシャリ玉よ。多分普通の人ならここで結構お腹いっぱいになるかもしれない。普段1本の動画で海鮮丼2杯以上食べてる自分からするとあれだけどね。マグロ一番でかい。見ての通りネタの分厚さも尋常じゃないな。これマグロを頬張りたい人向けですな。これもちろんこれもガリで醤油を塗ります。これは2口じゃ無理ですな。だいたい3口ぐらいで食べられるレベル。多分これ一つで3貫、いや4貫分があるレベルですな。これはメバチかな。美味しいです。分厚すぎるけどじんわりとマグロの癖が来る。身も柔らかいんで噛み切れるしね。ただちょっと水分を感じました。ネタは分厚すぎるので逆にシャリとのバランスがいい。多分カンパチですね。これはマグロと違ってネタの厚さは普通、シャリの大きさはもちろん変わりません。ずっと電話鳴ってるけど忙しい時は電話を取らないらしい。なので電話予約するならランチの閉店間際だったら電話取ってくれるのかもしれない。カンパチ半分食べてこれ。ネタの厚みは普通だっただけにシャリが全部持っていきますね。まあでも美味しいですよ。なんていうか慣れたら美味しい。そして2貫目のマグロ、大きさとしては1貫目と変わらないかな。ただ見た目的に中トロなのかもしれない。ネタが大きいからガリで醤油塗ってる絵が塗装なんだよな。カンパチの倍の厚さはありますね。最後の方になってくるとこの寿司の食べ方が慣れてきます。だいたい3口で食べると綺麗に食べられる。そしてこれは中トロじゃなくて普通の赤身でしたね。そんな感じで1貫が3貫分だとすると、これで単純計算で21貫か。そして食べ終わった時間が11時40分だったんですが、ずっと電話が鳴ってました。後でいつだったら電話取れるか聞いてみます。さあ皆さん、このお寿司屋さんどう思いましたか？ぜひコメントお願いします。何時ぐらいに予約ってした方がいいですか？何日前でも構わない。書いてあ、時間は時間は自分の好きな時間に。あ、そうなんです。あ、忙しい時は取れない。もう入ってる時は取れない。あ、そうなんですね。いかがでしたか。まあ、今回は握りとチラシ行こうと思ったんですけど、まあその握りだけになってしまったと。皆さんが行く時は事前に予約をした方が行きやすいです。あ、ただ開店前に並んで俺みたいに一人で行くとかだったら入れますよみたいな感じなんですよ。本当にじゃあ俺は運が良かったかもしれない。毎回みんなが見てくれてグッドボタンを押してくれるおかげでこういった動画が続けられるので、今後も継続するためにグッドボタンとチャンネル登録お願いします。動画見てくれてサンキュー。
ちいい。